マニョンは、スペインガリシア州は、コルーニャ県のムニシピオ、コマルカドールテガルに属する。ガリシア統計局によると、2009年の人口は1622人で、ある。住民故障は、マノンズ、エサ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は93.69%。マニョンは、アコルーニャ県の北東部。 ドゥーゴ県との県境に位置し、コマルカド・オルテガルに属する。北は、カンタブリア海と大西洋に面し、西は、オルティゲイラと、南は、アスポンテスデガルシーア・ロドリゲスと、東はオビセイドとオーロルの、各自治体と隣接している。面積は39.8キロ平方メートル。自治体中心地は、モゴール教区のオーバケイロ地区。マニョンの領域は、 南北の長さおよそ3 0トルであるが、幅は数キロメートルの帯状で、北は海に面し、ソル川とリアド、化け色の西に位置する。地形は起伏に富んでおり、ファラドイラ山の6 0 5メートル、クルスダ・パジョーサ山は6 1 6ル、コリスカーダ山は5 2 3ルなどである。ファラドイラ山とコリスカーダ山は自治体の西の境界となっている。 スペインの最北端地点であるエスタカでバレス岬はマニョンの自治体域にある。マニョンの人口は5つの教区の142の集落に分散している。自治体市長はガリシア国民党のアルフォンソ・エミリオ・バルセロ・ゴメス自治体表議員はガリシア国民党6、ガリシア社会党3となっている。2007年5月に実施された自治体選挙では ガリシア国民党が獲得票数が最も多く自治体評議員級のうち6を獲得しアルフォンソ・バレイロを主張に選出した。野党のガリシア社会党は残りの3票議員を獲得。ガリシア民族主義ブロックは相当票数の5%を獲得したもののガリシア国民党とガリシア社会党の得票結果によって評議員を得るまでには至らなかった。 マニョンワゴの教区に分けられている。太字は、自治体の中心教区。ネーラ、カルロス、エイブルーシャンのウソトゥゴリーゴポルカンチェローズ、プロザ・プブリカ、HTTP、プロザ、ガル、リクターソ、1263、エボルシオンのウソトゥゴリーゴポルカンチェローズ、AB、ディース・ヤナー・ジー・グラフコ・エレストロド・デ・ガリツヤ・ボリューム15、P42 から4、 ジゲルプブラケーションス、2009 ISBN、ISBN978 から8461358250、パブロスヨネスデエチョデスデ1900アスタ1991、シフレスオフィシャルズデロースセンソスリスペクティボース、シフレスオフィシャルズデパブレーシアンリザルトンツゲラ、レビチオンデルパドロンミューニセプルエイチデエネロ。ありがとうございます。